ロッツ彩香さんなんですが、ここ最近ですね、まあ、またいろいろ動きがあったところで、またコメントの方で、質問がたくさん来てましたのでお話をさせていただきます。今日はですね、一応3つあるんですが、1つ目、大津氏は、いつ逮捕されるんですかという質問です。これ実は前に動画で私お答えは一応させていただいたんですが、まあやはり皆さん関心が非常に高いというか、まあ相変わらずこの質問をたくさんいただくので、まあちょっと最近の情報も、踏まえた上で、再度私の見解をお話しさせていただきます。まず大前提としてあるのがですね、この今、最高裁への特別抗告というのを大津さんの方が、行っております。まあ、簡単に言うと、破産手続きを、まあ、なかったことにしてほしいというような、まあ、申し立てなんですが、まあ、結論としてはこれおそらく棄却される可能性が、まあ、極めて高いんですが、まあ、この結果が出ないとそもそも、犯罪の構成要件、詐欺破産罪っていうやつなんですけど、これを満たさないという、規定になってますので、まずこの結果が、出ないと、犯罪にそもそもならないということで、犯罪にならなければまあおそらく逮捕もないだろうということで、まあこれが出てからということになります。で、これがいつ出るんですかっていうところ、これもまたわからないんですが、今年ぐらいにはおそらく遅くても出るのかな。もうその破産手続き自体はまあ今現在進行形で粛々と進んでますので、うん、そんなに何年もかかるっていうものでは基本的にはないので、まあ遅くても今年、早ければまあ秋には出るのかなというふうに見ています。あと、まあまあこれが出たとしても、以前大津さんがですね、犯罪人と、まあこの、改正と言われているものに対して民事訴訟で争う意向であるみたいなお話をされていたので、これがあるとなるとこれが終わるまで、警察の方も様子を見る可能性があるかなっていうお話を以前の動画でさせていただいたんですが、大津さんとりあえずですね、今のところこれはやられてないみたいですし、最近の、投稿を拝見しても、まあ、このことには最近ほとんど触れてないので、まあ、これもしかしたらないのかもしれないです。そうなってくると、まあ、これがあるからさらに後ろ倒しになるかもっていう話を前にしたんですけど、それはもしかするとなくなって、もっと早くなるかもしれませんと。じゃあ、逮捕いつなんだよっていうことなんですが、ちょっとね、最近の事例見てみました。これは、事例2つあるんですけど、1つ目 A 社の社長さん、4200万詐欺破産罪で、2023年逮捕されてるんですが、この時に、破産はその2年前の2021年なので、まあ、破産手続きが始まってから逮捕されるまでに、まあ、ざっと2年間ぐらいかかってますと。で、これは前の動画でもお見せした事例なんですが、まあ、これも結論だけ言うと、破産から逮捕まで、ざっと2年間かかってますということになるので、まあ、その、皆さんがちょっと思っているよりも、かなり、時間がかかりますよと。仮にされるとしてもというところがあるので、一応今回の結論としては、まあ逮捕そもそもない可能性もちろんありますし、全然ありえますけども、まああるとしても2年後とかになる可能性っていうのは全然あるかなと思います。もちろんこれより早くなるパターンもありえますので、ただ財産犯っていうのはやっぱり捜査とか、証拠の収集っていうのはかなり難易度が高いと一般的に言われているので、まあこのぐらいになってもおかしくないのかなという結論です。次。犯罪人はですね、もっとその、大津氏の、まあ、浪費をその監視すべきではということで、いろんなところに大阪とかかな、行かれて選挙活動したり、まああとはその、
SNS で、まあ、その高級な、まあ、飲食店に行ったりホテルに泊まったりっていうところを、まあ、ご覧になった上での、まあ、ご質問なのかなというふうに、理解はしてるんですが、まあ、これねやっぱりいろいろ特殊なことがあってちょっと関西人も通常のその関西業務とはちょっと違う動きを取らざるを得ないというところがあるのでそこをちょっと説明いたします。まず今回のミンツク島の破産なんですけどもこれ国税制度の破産ってもう史上初で前例がないんですよね。なので、まあ、全部ということはないんですが、まあ、ちょっと法律が、まあ、国政政党の破産っていうのをちょっと予定しきれてない部分があって、ちょっと、これ法律に書かれてないですよね。どっちなんですかっていわゆる法の不備っていうのが、まあ、ちょっと、あるっていうのは正直なところです。で、ここから導かれるものが、まあ、一つ。破産しても政党はなくならなき続くと、返さざるを得ない。普通の会社であれば、破産手続きが終われば、その法人格そのものがなくなります。ただ、政党は、その規定がないんですよね。ないので、政党自体は、破産手続きが終わってもなくならないっていう特殊性が一つあるかと思います。あとそうですね、これもかなり特殊なんですね。破産しても、まあ、破産手続き中も含めてってことなんですけども、政治活動自体は続けられると返さざるを得ないと。普通の会社だと、これも規定があって、要はその破産手続きに必要な限度でのみ、存続できるみたいな規定があるので、破産手続き以外の会社が行っている今までの通常の活動ですよね、営業活動とか、こういうのは、できませんよと。いう規定があるんですが、これがないんですね。なので政治活動自体は続けれると考えるしかないということですね。ただし、破産法によって、党の財産の管理処分権、まあ、これは関西人に、移っていて、関西人じゃないと、まあ、勝手に使ったりできませんよと。うん、ここはまあそうなのかなというところです。結論というか、まあ、管理の仕方としては、まあ、政治活動は続けられるんですが、政治活動のために政党のお金を使用する場合は、関西人。まあ、これ正確に言うと、関西人が、裁判所の許可を取った上で、まあ、大津市に使用を認めるという、手続きにはなるんですが、っていう形で、管理をしていくという、うん。ことになるのかと思います。で、おそらく現関西人もまあこの範囲でまあいわゆるその監視というかそのまあ使用の制限をしていると思われるので、まあわからないです。大津市がそのいろいろな政治活動とかまあ飲食とか資格に使ってるお金がどっから出てるかっていうのは、それは動画とか SNS を見ててもわからないので、なんとも言えないんですが、まあ、関西人も、裁判所から選任された、法律のプロである弁護士がやっているので、まあ、そこはこう、使い放題にさせてるってことは、多分ないんじゃないかな、というふうには思います。最後ですね、次回の国会議員の選挙で、ポスター、どうなるんですか？まあこれ、大津さんだけに直接限定したお話ではないですが、まあ私もね、このポスターとかをね、ちょっと毎回使用させていただいている関係で、まあ、大津さんにも関連するお話ということで、これ説明させていただきます。おとといかな？上がった、立花さんの動画で、千葉の選挙区で、なんかまたポスタージャックしちゃうかもよ、みたいなのをご覧になった人が質問されてる可能性もあるかなと思って見てたんですが、これについてはね、選挙日程から考察していきます。今ね、まあおそらくこうなるであろうと言われているのが、このスケジュールなんですよね。自民党総裁選、事実上の総理大臣を決める。まあ、自民党内の選挙。これが9月27日。これ決定してます。で、
まあそれを受けて、解散で、その解散を受けての選挙、これが、まあ国会議員を決める選挙としてはおそらく直近になると予想されますが、これが、解散が10月で、それを受けた衆院の選挙が11月初旬、もしかしたら10月中にあるんじゃないかとまで言われております。そうなってくると11月初旬に仮にあるとすると、それまでに、臨時国会を開いて法案を審議し、この実際法改正の決議まで行くという手続きを踏む必要があるんです、そのポスター関連の法改正をするには。ただこのスケジュール見ていただくと分かるんですけど、まあ、今もね、テレビとかネットでもそうですけど、まあこれ事実上ね、日本の総理大臣を決める選挙ということなので、まあ少なくてもこの9月27日まではまあそんなポスターの法改正よりももう全然もう議員の皆さんの関心がこの総裁選に行っちゃってるわけですよね。で総裁選が決まったら決まったで、まあ小泉進次郎さんになるのか、まあ別の方になるのかわからないですけども、まあ新しい顔が刷新された段階でできるだけ鮮度が高いうちに早く解散をして早く選挙をやっちゃいたいというのが本音じゃないですか。そうするともう総裁が決まるまでは頭のことは総裁選で、総裁が決まったら次頭は解散と選挙に向かって突っ走るというようなタイトなスケジュールの中で、臨時国会開いて審議して法改正の決議まで行けるって考えると、まあとてもじゃないけど間に合いませんということになるんだと思います。そうするとこちらの結論としては、まあ少なくても今11月初旬に想定を一応されている次回の衆院選までは現行法のまま変わらず次の選挙に突入するんではないかというふうに私は考えました。